久保さん。まあ、今回ね、動画を1万本アップしたら1億稼げますかというようなね、話にしようかなと思います。まあ、久保さんが、まあ、このペースでアップしてたら、まあ、そ、そんぐらいいくんじゃないかと。まあ、1億いきすぎが1000万とかいくんじゃないかと。1000万にしときましょうか。1万本アップして1000万稼げますかみたいな。これは結論で、ね、あの、答えはわかんないです。 うん。久保さんが言う通り、もし、その、3000本、4000本とかアップして、1000万稼げないんだったら、どういうこと、1000万稼げないんだったら、自分には、向いてないということがわかるということですね。でも多くの人って、これだけやったら、えー、これだけ稼げるんですかっていうような思考が非常に多いですね。 うーん例えばオリンピック選手とか、まあ東京オリンピックね、今回延期になりましたけれども、どれだけ練習しても優勝なんか保証されてないですよ。申し上げますね。どれだけ練習したとしても、本ちゃんのオリンピック4年に一度の本ちゃんで金メダルが取れることを保証は1ミリもされてないです。どれだけ練習積んで、あ、そうそう。あのー、内村選手でしたっけあのー、なんかあのー、ニュースでやってたんですけど、 確か、すごい点数、し叩き出して、なんかインタビューで、まあ、すごい調整できましたみたいに言ってましたけど、じゃあこれ、本ンのね、オリンピックのその日にね、その点数を出せる保証はないですよ。わかりますだやれることって、あの、日々、その、なんだ、まあ、切磋琢磨して、あの、続けてやって、練習やってとか、で、本番に向けてやるっていう、ただそれだけなんですよ。ビジネスも一緒で、保証はないです。 企業,業家が全員ね、成功するか。もはや企業家のほとんどが、あー、なんだ、えー。会社作って1年以内に半分以上なくなるとかね。まあそんなもんなんですよ。わかりますだから、ネットビジネスとかも全部そうなんですけど、絶対はないですよ。うん。で、その中で、勝負していく気持ちはあんのかっていう、ただそれだけですよね。 試合に出る気はあんのかと。試合で勝つ気はあんのかと。うん。起業して、あの、やっていく気持ちはあんのかと。一人で稼いでいく気持ちはあんのかっていう、最終的に僕は、気持ちが全てかなと。病は木からっていう言葉がありますけれども、ビジネスは木からっていうね。<laughs> そう。ビジネスは木から。これ、ビジネスは木からにしましょうか。タイトルね。うん。これにしましょう。うん。はい。ということで、稼ぐ気持ちはありますかと。 これね、松下幸之助さんが僕好きなフレーズあるんですけどあ、稲森和夫さんの生き方という本のフレーズの中に一節あるんですよ。まあ、松下幸之助さんが講演をしていて、で、そこに稲森和夫さん、まあ、京セラ名誉会長の当時、あの、まあ、昔はそうじゃなかったですけどね。で、えー、まあ、勉強会みたいに参加したわけですよ。で、そしたら、あの、松下さんみたいなね、挙手が上がったわけですよ。 あの松下さんの言うことは確かにわかるんだけども、いいこと言ってると思うんだけど、別にそういうのを聞きに来たわけじゃないと。俺はダム経営をしていて、そのダムをどうやって経営するのか、それを教えてくれと。それを聞きに来たんだと。まあテクニカル的なね、答えを教えてくれと。どうやったら儲かんのかと。で、松下さんが言うわけですよ。わかりまへんなと。わ <laughs> かりまへんと。ダム経営したことないしわからへんと。ただ、売り上げ上げたいんだったら、 うん一番大事なことは、まずは売り上げを上げたいと思うことが大事ですよと。まあ、会場失笑ですよね。だけど、稲森和夫さんは、電流が走ったと、その言葉を聞いてね。受信力ですね。受信力がありすぎて、なんか、あの稲妻走ったらしいですけどね。まあ、僕もそれ、痺れましたけど。で、稲森和夫さんがその言葉を聞いて、どう思ったのかっていうと、あ、確かに、売り上げを上げようと思わなければ、何も始まらんぞと。 いうことに気づいた、ハッとしたっていう文説があるんですよ。で、結果的に稲森和夫さんって、多分もう、日本の重鎮クラスの経営ですよね。うん、今生きている人の中でも相当トップだと思いますよ。うん、だって JAL もね、再建当時、なんか何年前か忘れ、何十年前か忘れましたけど、再建して、こう、国、だ、だ、なんか国から言われたのかなわかんないですけど、ね、そう、ね、なんかその、 だから、じゃあその JAL 再建の話もあるんですけど、稲森和夫さんって飛行機嫌ではないし、飛行機経営したことないんですよ。だけど再建したんですよね。なんでかっていうと、その再建する気持ちが誰よりあったっていうね。まあこれは、まあ、言葉で言ってるかどうかわかんないですけど、当時のトップの、ね、JAL のね、あの経営陣のマインド、あの考え方がダメで、だからそれがベースとなってるから結局、 なんな理念みたいなの浸透してないんですよ。だからトップを集めて、あの、まだ、もうね、年配、ご老人ですよ、稲森和夫さん。その当時も。だけど、会社にね、泊まり込みして、なんかもうずっといて、なんかあの会議もずっといて、で、まあ、ひたすらね、こういう経営の考え方じゃないとダメだよっていう考え方をね、ひたすら言ってね。だけど、そんなんでね、あの、なんだ。 再建でできるそんなんなな会社が立ち直ったた苦労しねえよみたいな最初ね、みんなもう反発だったんですよ。なんか、飛行機のね、飛行機の経営、もう一回もやったことのないやつが、いきなりしゃしゃり出て、何事言ってんだ、みたいな、最初そういう雰囲気だったらしいんですけど、もうひたすら、ひたすら経営とはこうだっていうね、考え方をね、もう経営陣に叩き込んだわけですよ。で、そうしたらなんか一人、二人、あ、でも、まずあの、稲森さんの言ってること多分、 本当にそ,そうだ、そうだよなっていう、なんかそういうふうにね、なんかこう、理解者が出てきたんですよ。で、最終的に、この全員がまとまって、で、最終的になんか、一冊のな,な,なんだ、経営、あの、なんか従業員に配ったらしいんですけど、なんか、この心得みたいなね。うん。で、そっからもう V 字にこう、回復したっていうね、あるんですけど、じゃあ、ま、あの、稲森和夫さんはなんで、なんだ、立ち直ることが、うん、JAL をね、再建できたのかっていうと、 誰よりもここを再建する気持ちがあったからじゃないですか,だかそれが伝わったしその考え方が伝わったしじゃあ何で伝わったのかっていうと気持ちがあったからじゃないですかうんだってねあのあの年で、まあ、当時何歳だったんですかね結構年配ですけどねでも会社に誰よりも早く来てとかあずっといてずっと言うっていうねかなりだから死んどかだっつってましたねだってもうなんかなんだ よそ者が来てね、いきなり言われるわけじゃないですか。だから、すげえハミゴみたいな感じですよ。普通だったら耐えられないですよ。重圧もあるだろうし。重圧もあるしね、白い目で見られるんですよ。これね、たまたまじゃないですよね <laughs>。すげえなと思いますよ。うんまあ、気持ちがやっぱ強かったんじゃないかなと僕は思いますけどね。うん。はい、いってらっしゃい。